皆さん、こんにちは。こんにちは。このシリーズでは、戦後に国会議員になった軍人について見ていくってことなの？そうなの。ただ、軍人といっても、職業軍人を対象にしています。そうだね。単に軍籍にあった国会議員だと、大正生まれには、たくさんいて、収集がつかなくなるからね。そこで、開戦前に左官以上の人という条件にします。昭和16年12月の時点で、野良犬黒吉より偉かった人ということね。それでは、よろしくお願いします。今回取り上げるのは、宇垣一成大将。ああ、これは超大物。岡山では、桃太郎と並ぶ偉人なんでしょ。戦前、何度も総理候補になった陸軍の実力者。そうよね、実際に昭和12年には大名降下しているから、総理になる寸前まで行ったのよね。宇垣大将は、政党政治を重視したから、重臣や政界からの受けは良かったけど、肝心の古巣の陸軍からは、ものすごく嫌われていたよね。昭和12年1月の大名降下の際は、陸軍が宇垣内閣に陸将を送らないことを決定。軍部大臣現役武官制が効いてるな。早くも組閣は難航し始めるわ。陸軍中枢の宇垣に対する強い忌避の根本的な原因は、端的に言えば宇垣が怖かったから。宇垣は、外でことを起こしかねない、陸軍の態度を懸念、下手な戦争などせずに国力充実を図るべきと考えていた。軍の大陸でのアウタルキー確保願望とは相反するね。そう、だから宇垣が総理となれば、陸軍中枢が目指す国防国家の建設が頓挫しかねない。陸軍中枢って、要は石原のことだろ。そもそも、なんで陸軍を統率するのが第一部長心得の一大佐なのかが理解できない。そうね、一回の大佐が陸軍を牛耳って、大名降下を受けた人物の組閣を阻止しようというんだから、もう陸軍の統制は崩壊しているのよね。しかも、後年石原は、宇垣内閣有残を人生最大級の過ちと言っているから。宇垣とすれば、国防国家と騒ぎ立て、戦争の道に踏み込み消耗を重ね。結局、日本を破滅に追い込んだ後輩たちの無定見ぶりに呆れて、言葉もないというところでしょうね。話を組閣に戻すと、陸将を出してこない陸軍に業を煮やした宇垣は、部下だった小磯国明に直接電話し就任を要請するも。陸軍参長官が同意なら出ます。参長官が反対だから、君に直接頼んでおる。ダメだ、こや。結局、小磯起用も失敗。押村区は、ここで昭和天皇から、宇垣大将の組閣を援護する誘惑なるお言葉が発せられれば。もちろん、宇垣も陸軍に陸将選定を促す消極を出すよう希望したんだけど、面倒事を嫌う湯浅内大臣はこれを拒絶。いかにも宮中側近にありがちなパターンだな。いつでも亡くなった宇垣大将は、湯浅に組閣断念を伝えたわ。噂の取り次ぎ拒絶によって天皇は不介入、陸軍の不同意で、大名が潰される事態に、ここに天皇大権の形骸化を決定づけてしまったわ。この事態を、国民はどう受け止めていたか。国民は看護して宇垣内閣の成立を期待し、同大将によってなんとか軌道に戻してくれるだろうと期待していたにかかわらず、突如として、軍部から強硬な横槍が入って、とうとう流産してしまった。国民も、軍部台頭によって、日本が軌道を外れてしまっていると懸念していることがわかる。期待された宇垣の組閣が頓挫したことで、日本の本当の支配者が陸軍ということが、誰の目にもあらわになってしまったな。結局広田の後任は林千十郎。ロボット総理の4ヶ月内閣か。その後、宇垣大将は、大名廃止の翌年、第一次近衛改造内閣で外相に就任。起用の目的は、前年勃発し、拡大を続ける日中戦争の解決。近衛と聞いただけで、不安になるよ。宇垣は、近衛から、蒋介石とは交渉しないという第一次声明の白紙化を取り付け、交渉に臨み、進展があったんだけど。途中から近衛の態度が変わり、頓挫。まあ、大事なところで気が変わるのは近衛のルーティンだけどな。これは本当に痛かった。大将は外相を辞任したわ。その後の内閣も日中戦争を解決できず、さらに蒋介石を支援する米英との関係も悪化の一途をたどるわ。下手な戦争がどんどん傷を広げていく。そして昭和16年10月、政権を投げ出した近衛の後継が重臣会議で決定される。近衛は、対米強硬論の登場陸将を抑えられなくて、投げ出したんだったな。会議では若槻元総理が、宇垣大将を推したけど、木戸内大臣は、主戦派の登場を推薦。
結局、後継は、東条に決定。これがとどめだったよな。東条の起用後、宇垣はある重臣とこういう会話を交わしているわ。重臣一致して対米戦争の回避を、東条に強く勧告しておいたから大丈夫だ。主戦論者を総理大臣にして、戦争を避けられるとする気化の心理を私は理解できない。東条はきっと戦争を始めるに違いない。その後日米交渉は決裂。昭和16年12月の対米英会戦となるわ。ついに日本も、清水の舞台から飛び降りることになったな。その後の宇垣大将だけど、戦中は、吉田茂が熱心に宇垣引き出し工作をしているわ。この頃の吉田さんは、駐英大使で引退した元外交官で、そんなに影響力ないよね。そうね、だけど、重臣グループとつながる吉田のこの行動は、依然としてその界隈に宇垣への期待があったことを示しているわ。ただ、ほどなく誰が総理になっても交渉による和平は到底不可能な状況になっていくわね。結局、戦争は、海軍長老鈴木貫太郎の手で、無条件降伏という形で終わるわ。かろうじて一億玉砕は免れた。戦後、宇垣大将は戦犯容疑者にはなってないんだよね。もちろん。反対に、東京裁判を担当する紀伊南検事から、若槻、岡田、米内元総理らと共に、信念を持った平和主義者と称賛されているわ。とつくにに、我が心を知る者ありということか。戦後になって、宇垣の穏健な路線の妥当性が理解されるようになったけど、軍人だったから、追放処分は免れなかったわ。これは、辛いね。追放解除まで表だった活動はできなくなったんだ。大将は、高級化の兆しを見せている米ソ冷戦の中で、日本が、再び破滅を迎えることなく存続しうる。適切な安全保障政策の確立に尽力したいと願っていたわ。自分には、陸軍の戦王に対抗したという実績があるから、特例的な追放解除を得て、公的活動に復帰したいという希望を持っていたの。確かに紀伊南検事が褒めるぐらいだからな。だけど、マッカーサーとしては、旧軍で最も著名な大将を、新生日本の国防政策に関わらせるのは論外だろうな。結局、追放解除は、昭和27年2月。長引いたね、もう日本の独立回復間近じゃん。追放解除となると、今後の動向が注目される戦前派の大物として取り上げられることになったけれど。宇垣の方は、鳩山に接近を策したり、重光に連絡をつけようとしたり、複雑な動きを見せてはいるが、何しろ、季節外れの感を拭いがたい。さすがに過去の人というニュアンスだったわ。80過ぎだからな。だけど追放解除翌年の昭和28年4月、宇垣大将は参議院選挙に全国区から立候補、全国最高得票で当選を果たすわ。これは、マジですごい。しかも、無所属、最高齢での当選。紀伊南検事だけでなく有権者も、戦前の宇垣大将の行動を評価していた、ということなのかな。そうかもしれないわね。実は、この昭和28年の第3回参院選挙全国区には、宇垣大将以外にも、追放解除組の旧軍人が出馬しているんだけど、宇垣大将以外、全員落選しているの。やっぱり旧軍アレルギーは、根強いね。そして宇垣大将は、軍人としてというより、政治家としての行動。ああいう時代に、政党政治や、対外協調を基本にしていたことが、今になって、大きな支持につながったのかな。宇垣大将が、国民から忘れ去られてはいなかったことは、確かだね。そうよね。ただ、不幸なことに、宇垣大将は選挙運動中に倒れ。その後は体調不良が続き、実質的な政治活動は、できないまま。当選から3年後、昭和31年4月に死去したわ。87歳でした。委員長にもならず、審議での発言も皆無なの。何度も総理に着せられた大物としては、寂しい結末だ。ただ、宇垣大将が、国会に何の痕跡も残していないというわけではないの。そうなの。昭和30年11月22日の国会会議録にはこんな記載があるわ。宇垣一成君から、歩行不自由により登壇することが困難であるため、投票の投函を3時に委託いたしたいとの申し出がございました。よってこれを許可いたします。この日は、衆参両院で四半指名選挙が行われ、両院で鳩山一郎が選出、第三次内閣成立の運びとなるの。
うがき大将は、もちろん鳩山さんに入れてるんでしょ。鳩山さんは再軍備論者だし。その通り。だけど、注目してほしいのは、当時の政治状況。対立候補は、社会党鈴木もさぶろう。ああ、もささんだね。参議院での両候補の獲得票数は、鳩山149、鈴木64。倍以上の差がついてる。そうなの、うがき大将の一票がなくても、鳩山選出は確実な情勢だったの。だけど、大将はわざわざ登院し、壇には登れないから、3時に託し投票したんだ。そうなの。この時期、社会党は憲法改正阻止のため、3分の1の議席確保が現実的な目標で、政権を取る可能性はなかったわ。だから、この四半指名選挙もすでに勝負はついていて、波乱の可能性のない形式的なものだったけど、それでも、大将は病苦を押して登院しているの。そして、半年経たないうちに、亡くなられた。そんな経緯を知ると、何か、胸に迫ってくるものがあるよね。本当にそうよね。女性と呼ばれるのにふさわしく、多くの逸話や資料の残るうがき大将だけど、大将の生涯の終幕間際に、こういうことがあったんだなって、とても印象に残るわ。そうだね。それでは、長い時間ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。